こんにちは、エヴァトタケシです。今回は感謝できない人は欠陥人間だ。ありがとうと言えない人は人間失格だ。というのは本当なのかというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは想定外のことが起きると感情が湧き上がってくるようにできています。想定とは世界とはこういうものだ。 人間とはこういうものだといったその人なりの現実の捉え方だったり、こうなってほしい、こういうことが起きるべきだ、などといった未来に対する期待だったりします。地球は丸いと想定していたのに、実は地球は四角でしたというニュースを聞くのは想定外です。だから驚くとかびっくりするという感情反応が出ます。 優しくしてほしいと期待していたのに、冷たい態度を取られたというのは想定外です。だから寂しい気持ちになったり、がっかりした気持ちになったりします。政治家は国を良くするべきだと想定していたのに、税金を私利私欲のために使っていましたという話を聞くのは想定外です。だからムカッとしたり、イラッとしたりして、お前は何をやっているんだ と攻撃したくなります私たちは自分一人では生きていくことができない状態で生まれてきます。私たちは生まれてから自立するまでの間は親に頼って生きています。毎日親に頼って生きていると親に頼って生きることが当たり前になります。親はご飯を作ってくれるものだ。親は洗濯をしてくれるものだ。 親はお金をくれるものだと親のすることが想定内になっていきます。親はご飯を作ってくれるものだと想定していたら、親がご飯を作ってくれても心は動きません。親は洗濯するものだという想定内のことが起きても感情が湧き上がってくることはありません。親がお金をくれるのは当然だと思っていたら、お金をもらったときに、 感謝の気持ちが湧き上がってくることはありません。感謝の気持ちが湧き上がってこないのだから、ありがとうということが難しくなります。ありがとうと言わないと、こういう時はありがとうと言わなければいけないんですよと教えられることがあります。しかし、感謝の気持ちを感じていないのに、感謝の言葉を言うのはとても辛いことです。だから子供はなかなか ありがとうということができません。すると親は、ありがとうと言えないのはダメなことですよ。感謝の気持ちを感じられないのはおかしいことですよ。と子供に教えようとします。しかし、子供にとったら、想定内のことが起きているのだから、感謝することができません。ありがとうと言えないあなたはおかしいですよ。と言われ続けることで子供は、 自分はダメな人間なのかもしれないと思うようになります。そして、ダメな人間だと思われないように、感謝の気持ちを感じていないのに、感謝の言葉を言うようになる。つまり、自分の心に嘘をつくようになります。私たちは、強制されると反発するようにできています。ありがとうと言いなさい、と強制されればされるほど、ありがとうと言いたくありません、という思いが強くなります。 感謝の気持ちを感じなさいと命令されればされるほどあなたに感謝することはできませんとなっていきます。そして感謝しなければいけないのに感謝することができないという体験をするたびに自分は感謝ができないダメな人間だという思いが強くなります。大人になると感謝ができない人間に対する風当たりはさらに強くなります。 ありがとうと言えない人は社会人失格です。感謝ができない人は人間として終わっています。という情報に触れるたびに、ありがとうと思えない自分に対するコンプレックスが強くなります。あの人、ありがとうと言えない人なんだよね。あの人って他人に何かしてもらうのが当たり前だと思っているんだよね。と嫌われるたびに、自分には感謝ができないという欠陥がある。 といいう思いが強くなります子供の時ありがとうというのが難しいのは自然なことです。なぜなら生まれた時から親の世話になって生きているのだからそれが普通だと思ってしまうのは当然のことだからです。私たちは成長するにつれてだんだんと親は自分のためにこんなに頑張ってくれていたんだと気づいてきます。 親が自分にしてくれていたことは当たり前ではなかったんだと分かっていくことで感謝の気持ちが湧き上がってくるようになりますお金を稼ぐって大変なんだ毎日ご飯を作るってすごいことなんだと知っていくことでありがとうという気持ちを感じられるようになります自然と湧き上がってくる感謝の気持ちを感じられる前に感謝ができないあなたはおかしいですよと言われることで 自分をダメだと思うようになります。そして、ダメな自分を変えるために感謝をしなければいけないんだと自分に強制するようになります。他人からも自分からも感謝をしなさいと強要されることで、いや、感謝はできませんと反発する気持ちが生まれます。ありがとうと言えないあなたはダメですよと他人から責められる。ありがとうと言えない自分はダメだと自分を責める。 という体験を繰り返すことでどどんどんありがとうとう言えない人間になっていきますありがとうというのが苦手な人は感謝ができない自分をダメだと責める必要はありません。感情とは想定外のことが起きた時勝手に湧き上がってくるものです。感情は自分でコントロールすることはできません。 自分でコントロールできないものに対して、コントロールできない自分はダメな人間だと思うのはおかしなことです。ありがとうというのが難しくなるのは、ありがとうと言わなければいけないという強制されている感があるからです。なので、私は感謝ができないダメな人間なんですと悩んでいる人は、まずはありがとうと思えないんだからしょうがないとそのままの自分を受け入れてあげましょう。 感謝できないものはしょうがないと思うことで、感謝しなければいけないという強制が消えるので、いや、感謝したくありませんという抵抗がなくなります。感情は勝手に湧き上がってくるものなので、勝手に湧き上がってくるのを待ちましょう。感謝する気持ちになれないのはしょうがないと受け入れても、私は感謝の気持ちを感じた時しか感謝の言葉を言いません。 と、かくなりになる必要はありません。ありがとうという言葉は、人間関係をスムーズに活かせる潤滑油になるので、積極的に使っていきましょう。しかし、その時も、ありがとうと言わなければいけないと強制して反発する気持ちを生み出さないように気をつけてほしいと思います。ありがとうと言ってもいいんだよと許可の言葉を使うことで、気軽に ありがとうと言える心の状態を作っていきましょう。世の中には心から笑え、心から楽しめ、心から反省しろ、心から感謝しろと言ってくる変わった人がいます。そのような人に出会った時は、いや、強制された時点で心から感じたことにはならないでしょう。この人はおかしなことを言う人だと思ってスルーしていきましょう。 私は感謝できない時は感謝できないんだからしょうがないと受け入れています私は感謝できない自分をダメだと責める必要はないんだよと自分に語りかけています私は感謝しなければいけないと強制すると感謝したくないという抵抗する気持ちが生まれるということを知っています 私は感謝をしなくてもいいと自分を楽にさせてあげることで感謝の気持ちが湧き上がってくるようになるということを知っています私は感謝をしなければいけないと思うことで感謝することができなくなるということを知っています私は自然に湧き上がってくる感謝の気持ちを待つことができます 私はそのままの自分の感じ方を受け入れます。私はありがとうと思えない時の自分も受け入れることができます。私は無理して感謝する必要はないんだよとプレッシャーを解くことで感謝できる気持ちを育みます。私は日々人の温かさや 人の優しさを感じられるようになっています。